はい、NHK をぶっ壊すということで、令和6年2024年の8月9日16時58分です。細かいこと実は触れてなかったんですが、なぜ触れていなかったのか。まあ、斉藤忠之という人物がいます。これ昨日ですね、刑事裁判が結審したというところでですね、お話ができるようになりましたので、斉藤忠之についてお話していきたいと思います。私もですね、さすがに警察との約束みたいなものは守りますので、今回なぜ斉藤忠之のことを言っていなかったのか、そして今回ですね、話をするようになったのかについてなんですが、まず斉藤忠之が犯した罪っていうのは、渋谷警察管内で窃盗をですね、盗んだということ。これは、警察の方からも本人からも聞きました。まあ報道されてたのかな。ただ、いくら盗んだとかは知りません。で、問題はですね、ここですね、参議院会館で、立花孝志一人放送局や、NHK 党のですね、通帳をコピーして持っていた。これは大津彩香の指示ですね。大津彩香と共謀してですね、通帳を持っていこうとしたと。で、まあ、実際持っていったんですね。ここ今304号室なんですが、会館の304号室にある会社や党の通帳をですね、まあ、古い記帳が終わってる古いやつですね、いわゆる更新されているコピーを、通帳のコピーを取るためにこの304号室に入ってですね、で、地下2階の開発室ってのがあります。ここの地下2階、そこの方で通帳を持って行ってコピーを取って、そしてその地下2階に置いてあった、まあ、金庫の中から約25万7千円をですね、窃盗したということで、どうも報道ではですね、昨日の裁判、まあ、これとこれで、懲役3年ということですかね。で、参議院会館で、通帳のコピーですね、一人放送局のコピーを持っていったりということについては、起訴されていません。で、この辺についてちょっと事実を、まあ、私の知ってる事実を述べていきたいと思うんですが、まずこの斉藤忠之という人物はですね、3年ぐらい前かな、電話がありまして、まあ、Nリンクスという NHK の委託会社で働いていると。約2年ぐらい働いてたと言ってましたね。1年半ぐらいかな。で、まあ、内部の情報をくれるということで、ちょうどあの時ですね、もうだから4年ぐらい前になるのかな、コロナの時ですから2000年の9月ぐらいなんで、もう4年前かなぐらいに連絡があって、まあ、NHK の集金の実態、Nリンクスの犯罪行為などについて教えてくれたと。で、まあ、その後、まあ、この参議院会館で働いたりとかですね、NHK から国民を守る党から立候補した人物なんですが、NHK 党等はですね、雇用契約じゃなくて、請負契約で月30万だったから払ってたというところなんですね。で、まあ、昨年4月の、まあ、大津彩香との騒動で、お給料がもらえなくなった。まあ、お給料というか、その委託料、業務委託費がもらえなくなったということで、まあ、斉藤忠之が、まあ、大津彩香と共謀してですね、立花が何か不正をしていると信じ込んで、この会社の通帳のコピーをですね、この参議院会から盗み出したと。まあ、これが悪性競争防止法違反とか、窃盗罪とかに当たるのではないかということで、麹町警察署の方に、被害の相談をしていました。で、そうこうしてるとですね、そうこうというか、まあ、まあ、その相談をしてるときに、こっちか、さっきこの25万7千円がですね、金庫からなくなってるという事実が判明しまして、こっちを先に相談してたんですね。で、こっちを先に相談していたら、どうも斉藤忠之が通帳のコピーを持っていったということで、まあ、斉藤君にね、もうちゃんと自首して言ってくれと。で、こっちの25万7千円がなくなったことと、この会館から通帳のコピーを持ち出したことが合致するかどうかわからなかったので、とにかく斉藤君に対しては、もう麹町警察の方による警察に出頭して真実を述べてくれということを言っていたんですが、斉藤忠之はですね、警察になんと自首をしておきながら嘘をつきました。これ皆さんに言っていなかったと思うんですが、ちょっと はっきりしたし覚えてないんですけど、例えば9月の5日にですね、警察に出頭したとしましょう。具体的にはちょっと違うかもわかりませんが、あ、人じゃない、
まあ、9月以降に警察に自首しましたと。私は参議院会館で NHK から国民を守る党の通帳のコピーや立花隆一人放送局株式会社の通帳のコピーをですね、許可なくコピーして盗み取りましたっていうことを自首しに行ったんですね。でところが斉藤忠之が侵入した日が9月の5日だと自供したわけです。ところが斉藤忠之が持ち出した通帳には9月7日の残高が表示されているっていうありえない状況が起こってるという起こったということです。これ警察に聞きました。警察から刑事さんにね。で9月の5日に入ったと言わなければ本当の日は9月の7日なのに9月の5日に入ったと言わなければいけない理由っていうのはもう一つだけです。こっちです。そのまあ、9月7日の日に25万、ちょっと9月7日どうかは別ですよ。ちょっと今調べてないだけで、この日に25万7千円がなくなってるんですね。で、そうすると、この日に通帳のコピーをも取りに行ったというと、25万7千円を盗んだことまで罪に問われるから、斉藤忠之は自首をしていながら、ありえない日、9月の5日に通帳を盗んだと、コピーをしたと言いながら、9月の7日の残高が出てるのはありえないから、実はこれね、警察はこう言ってました。もう田島さん無理ですと。刑事さんはね、自首してきて、嘘を言う人初めてですと。というところで無理なんですね。で、この25万7千に関しても、斉藤忠之はですね、おそらく手袋でもしてたんでしょうね。相当彼は悪質です。まあ、渋谷でもね、物を、まあ、お金を盗んだようですけども、相当これ、やってる人です。その窃盗を2回、これ今回捕まったのは2件ですけど、本当に2件なのかっていうレベルの人で、25万7千を盗んだこともきれいに指紋を拭いてました、その麹町警察の、まあ、鑑識の人が来てですね、この金庫とか全部調べてもらったんですけども、まあ、指紋はきれいに、扉の指紋とかも含めて、僕たちの指紋も取るって話だったんです。最初関係者でもそもそも指紋を拭いてあるから僕たちの指紋を取っても意味がないということで、この実は25万7千を盗んだ犯人はこう見つけられないだろうっていう。でもね、このまあここ参議院会館で永田町というね、駅が近くにあって、まあその辺の防犯カメラとかにね映ってる人全部調べたんで、全部というか調べてくれたんですけども、まあ、なかなか斉藤忠之が出てこないというところで、もうこの通帳のコピーを取った日もですね、本当の日と違うから斉藤忠之の供述のみに頼って捜査することはできないということで、この2つ目の事件も3つ目の事件もこのままお蔵入り、犯人が見つからない状態で終わると思ってたんです。ちなみにこっち側が知能犯で、こっち側が党犯です。で、そうこうしててもうこれ諦めるしかないなと、いわゆる大津と斉藤忠之が共犯して一人放送局の通帳のコピーを持っていったことが、まあ、不正競争防止法違反とか窃盗罪でなんとかならないかという話をしたんですけども、なかなかそもそも証拠がもう自供とその実態でできている通帳が9月の5日に要は持ち出しましたって言って、持ち出したコピーに9月の7日の残高が出てたら合わないですよね。だからもうこれ飾ればどうしようもできないで、もう刑事事件にならないというところで実は終わってたんですよ。で、なんとかまあこの25万7千円の方は当犯の方で、いわゆるその警察のね方でなんとかこれを今後も捜査しますとは言ってたんですが、そうこうしてる間にまあ斉藤忠之が渋谷警察で捕まったんですよ。逮捕されたんですね。渋谷警察だからこっち関係ないよねということで、渋谷警察で捕まったことをですね、麹町警察の方に電話をしたら、そうなんですかっていうことになって、で、麹町警察が斉藤忠之に25万7千円についてお前やったやろっていう感じで多分言ったんでしょうね。で、そこで初めて斉藤忠之がこれを認めたというところで、実は昨日斉藤忠之が裁判で自分でまあやりましたと言うまでは警察に止められてたんです。これ言うのはだって、彼は調書にはサインしてますよ。25万7千円、ね、
NHK 党の金庫から盗んだと、まあ、そういう趣旨のあれを書いたんだけども裁判でひっくり返す可能性ありますよね、自供を。だから止められてたんです。で昨日、まあ、それはもう25万7千円盗んだということでさ認めたので、まあこれで、自供だけじゃなくて裁判でもそういう事実を認めたということなので、これが解禁になって今この裏側を説明しているということです。でなおですね、斉藤忠之から僕に、刑務所が警察逮捕がね終わってから2回ほど電話がありましたけど、基本相手にしていません。怖いからです。もうここまでやる人は全く信用できないですね。もう僕ね、この警察から斉藤忠之から、まあ、警察から電話から聞いた時に、なんせ斉藤忠之は嘘つきですと、もうどうしようもできない、自首して嘘つく人間初めて見ましたというふうに刑事さんが言ってたので、そこからもうこいつに近づくのはやめようと。で、斉藤忠之自身が、僕になんか示談をするための電話をしてきました。国選弁護士がついてるようなんですけど、普通ね弁護士から来ると思うんですけど、なんか弁護士曰く直接立花さん電話してくれって言われて、僕は示談する気がないからとりあえず500万って言っただけです。示談金500万円、そんな本気で示談するんだったらね、もうちょっと現実的な額ですよね。25万返した上で50万でも100万でも200万でもですけど、その斉藤忠之に500万出せるわけがないじゃないですか。もうとにかくまあ一回刑務所行ってこいというところで、まあ僕はもうそこから斉藤忠之に関してはもう電話も出るつもりもないし、もう彼と関わりたいとも思いません。で僕がここまで斉藤忠之のことについて言わなかったのは警察に止められてたからなんですが、なぜか何か斉藤忠之がですね、僕の不正とか NHK 党の不正を知ってるかのような匂わせの発言をしてるから、斉藤忠之が捕まったりするととか、斉藤忠之が本当のことを言ったら立花が危ないみたいなことを思ってる人いるかもしれませんが、全くありませんから、とにかく僕は不正なんかしてないから見つけようがないんですよ。でこいつはもう本当ね、もうとにかく大津でも立花でもどっちでも金取りたかったっていうようなやつなんで、相手してないだけです。でこの大津と共同したこの通帳を持っていったことについても、まあ警察が証拠不十分とかなのかな、いずれにしてもまあこれは事件化しないということなので、まあそれはそれとして皆さんに今日初めて報告をさせていただきました。ただこの斉藤忠之がですね、お金を盗んだことや参議院会館から通帳を持ち出した時にこの25万7千円を盗んだというところについては裁判でも明らかになっていますので、じゃあこの通帳を持ってこいと言った人間は少なくとも大津彩香になりますので、麹町警察では大津彩香というのが危険な人物であるということはこの時から認識してるんです。だからこそ今今回の詐欺破産罪とかいうことについても麹町警察は前向きに捜査をしてくれているし、もう大津彩香のような人がいることはまずいという認識をして今捜査をしてくれているということです。ですから斉藤忠之がいろんなねことを言ってですね、まるで立花が悪いことをしている証拠があるとか、 NHK から国民を守るとに何か問題があるみたいなことを言ってですね、彼が何か情報を打ったりしているようですね。彼にそれを別に買うのは自由ですけども、こういうですね犯罪をしている人から物を買うということ自体も、彼に支援をすること自体もですね、正直彼は反省しているとは僕は全く思わないです。もう無質が走りますよ、普通に。彼がなんかロフトのイベントとかでなんかやってるようですけども、その表に出てきてますけども、正直何言ってんねんって話なんですよ。もうそれぐらいの話で、ちょっとしばらくおとなしくしとけよとしか思えないんですけど、まあ求刑が3年なので、まあこのまま刑務所に行くのか、それとも執行がつくのかは非常に微妙なところなので、今ここで僕は解禁になりましたので、斉藤忠之という人物は信用できるものでは人ではないので、皆さんそこは彼と交渉したりとか、まあ、彼から物を買ったりお金を渡したりとするのは非常に危険ですよと。要はもう本当に彼の中ではもう生きていくために必死なんでしょうね。もう正義も減ったくらいもないと、生きるために金を稼がない、金をもらわなきゃいけないっていう、お金を儲けなきゃいけないっていう中で必死にやってるので、もう恥も外聞もなくやってるようですけども、
僕はもう二度と彼と関わるつもりもないですし、彼が何か言ってきてもとにかくもう僕はもうとにかく斉藤君もう連絡もしてこないでください、少なくとも25万7千円は返してくださいね。これ被害弁済できてないんでね、示談とか言う前にまず25万7千円返すべきでしょう。でまあまあそこを言っても仕方ないので、とにかく、斉藤忠之っていう人物は、僕が連絡を取ってた時はまだ正直に警察に本当のことを言うと思っていましたが、僕はもう警察に嘘の証言をしたっていうか、嘘の、まあ、証言というか話をした時点でもうこの人間はどうしようもできないと思っていますので、今後お付き合いすることはありません。そして、あまり斉藤君がね、僕、まあ、今聞いてないですけど、僕のなんかあることないことっていうか、あることは言うのは自由ですけど、ないこととかもし言い出したら、それは直ちに彼に対して提訴するでしょうし、彼の味方をしている人に対してもちゃんと法的手続きを取ろうと思っていますので、危険な人物なので、少なくても、ね、まあもちろんかわいそうなところありますよ。少なくでもその大津と私の代表権争いでお金をもらえなくなったという意味では、それはこちら側に責任があるので申し訳ないというのはありますけども、まあ一方でそうは言ってもね、いろいろと嘘をついてました。なんか、どっかで働いてるって言ってましたよね。ウーバーイーツで働いてるとか言ってましたけども、全部どうも嘘だったようですね。とにかくね、こちら側にも責任があるので、ただもう彼とはもうとにかくね、こっち関係、女性関係もいろいろとあるようなんですよ。もう僕のなんか秘書とか、なんかもうすごい立花のことを、すごく立花の近くにいるっていうことをすごい女の子たちも言っててですね、はあ、困ったなと思ってたんですけども、いずれにしてももう僕はもう一生彼と付き合うことはありませんので、それだけを宣言して終わりにさせていただきます。以上です。 NHK をぶっ壊。